ああいうのが終わってる人ってね、強いんですよ。何やってたんだろうね。当分やった方が早いですよ。あ、こんなに差がつくんだな。さあ、始まりました。もちろんチャンネル。さあ、今回はですね、夏の勉強法と言ってですね、まあ夏は受験の天王山とかってね、言われたりするんですけども、夏にどうしたらいいのか、英語っていうのを話していきたいかなと思いますね。まあまず最初に、いろんなね、状況の方がいると思うので、まあ一応竹田塾の国田志向のオーナーだからといって、竹田塾限定の話をしてもしょうがないので、予備校に通ってる人もいるし、まあ私、河合塾でも教えてますから、予備校で普通に勉強してると、都心とかね、映像で勉強してる人、スタサプでやってる人、独学してる人って様々な人がいると思いますので、まあそういった様々な状況を加味しても、今自分はどれぐらいなのかっていうのをきちんと理解してですね、こういった風にしていけばいいんじゃないかっていうアドバイスをしていこうと思います。アドバイスをしていこうと思いますね。まず最初なんですが、まあ単語ね、やっぱり単語やってます？まっぱね、夏まで行ったらアシスタンでも、ターゲットでもリープでもね、ストックでもやってる人いると思いますが、やっぱ一通りね、終わってる状況にしてほしいなと思います。やっぱね、単語終わってる人と、まあもちろん穴はありますよ、絶対。単語帳っていうのは、だってもう受験の前日とか当日でも見てるっていうのが当たり前ですからね。1900とかさ、2000とかさ、完璧にするって言っても、なかなかね、やっぱ抜けがどうしても出ちゃうっていう人がいるし、見出し語は全部覚えてるけど、派生語とかはわかんないとかね、プラスアルファで載ってる情報はまだ覚えてませんっていうのもたくさんあるじゃないですか。そうなんですよ。だから、あの単語帳に入ってる情報、全部覚えてる人ってまずいないんですよ。だからずっと続けなきゃいけないんですけど、やっぱり一通り見出し語ぐらいは覚えてるって状況にはしておいてほしいです。やっぱそうしないと過去問見ていく中で、まあ、過去問解けとかやれって言ってるわけじゃないですよ。過去問見ていく中でやっぱ知らない単語が多すぎちゃってやる気がなくなっちゃう。長文の参考書やるとか予備校のテキスト見るにしても知らん単語ばっかりで、もう辞書引き引きしなきゃいけないっていうね。そうなっちゃったらやっぱ元も子もないわけですよ。なんできちんとある程度やっぱり単語は一通りのものは見出し語ぐらいはわかるっていう状況にしておいてほしいっていうのがありますね。やっぱ単語やらないと無理っすよ。リスニングだって単語わかんないと聞こえないもん。続いて文法ですね。やっぱりいつも言うんですけど、この文法をね、単元別一通り終わってないとやばい。できれば夏前までなんだけど、まあそんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう人結構いるわけですよ。高2とかまででね、先取りして勉強してたとかっていう人だったらいいんですけど、なかなかそうはいかないじゃないですか。今部活引退したばっかりですとか、やっと1学期の中間テスト終わってこっから受験モードに切り替えますって人も多いんですよ。でそういう時に差がついちゃう。やっぱり単元別終わってる人ね、単元別ってわかりますか？ね、文系とか時制とか順動詞とかってやつですね。ああいうの単元別って言うんですけど、ああいうのが終わってる人ってね、強いんですよ。もう先に進める。単語終わってて文法終わってたらやっぱ読める文すごく多くなるんですね。で当然長文ってどこが出てくるか分かんないわけじゃないですか。どの単元が絡んでくるかなんか分かんないわけで、で時制が重要な英文だけ並んでるとか、順動詞が全文に出てくるとかってありえないわけですね。関係詞が出てくる文とか全部ごちゃ混ぜで出てくるわけですから、やっぱりそれぞれ文法単元を一通り終えてないとスーッと読むことができないってことが多いです。なんで文法単元は終わらせましょう。もちろんだからやっぱ予備校で週1回ずつで2学期までまたいじゃうっていうの結構あるじゃないですか。英文法の授業って単元別終わらないってなったりすることがあるんですけど、そこは自分で予習、まあ予習っていうのも変ですけど、自分で終わらせておくことをお勧めします。2学期の授業では復習の状況になってるっていう状態にしておくことをお勧めしますね。やっぱこれでね、差がついちゃうんですよ。本当によくわかる。これもいろんなレベルの授業を教えてきてすごくよくわかる。やっぱね、終わらせてる人と終わらせてない人は全然違う。で、そして構文ですね。英文解釈とか言われるやつですけど、これもやっぱり一通り何かしらのね、まあ基礎の英文解釈の参考書でもいいんですけど、やっておいた方がいいですよ。やっぱ長文の前に。もちろんね、単語文法やったからそのまま長文に入るっていう人も多いとは思うんですよ。特にね、現役生とか時間ないからっていうので、その構文系をスキップして長文に行くっていう人もいるんですけど、やっぱりね、構造分かった方が読みやすい。こう言うと反対する人たちもいるんですけど、ね、英語4技能派の人とかは、おいおいおい、そんなのいらねえじゃねえかとかってね、まあ今言うて、
寺で古文の授業やってますけど、ああいうのを否定的に考える人もすごく多い。でもやっぱり今の入試に関しては古文やった方が早いですよ。シャワーのようにこう英語をね大量に浴びて、そのまま前から読んで理解する、前から聞いて全部理解するっていうのは大変なんですよ。最初はきちんと日本語と英語って全然違う言語ですから、英語を英語のまま理解するって大変なんですよ本当にさ。わかります、それは。で、自分自身はやっぱ構文ちゃんと取ってたので、それが大きかったと思います。授業を取りすぎちゃってたっていうのはすごいあったんですよ。やっぱ復習しないで、まあヨゼミってね、当時でいうところのね、トップ講師たち、日本のトップ講師たちがいたところだったんで、トップの多くがね当時に移籍しちゃいましたけど、トップの人たちの授業ってめちゃめちゃ面白いんですよ。超面白い。で、面白いんだけど、自分がやっぱ復習が全く追いつかなかった。本当だから気をつけてください、皆さんね。復習が追いつかなくて全然ダメで、結局冬も全然伸びなくて、センター試験なんか点数下がったわけですから、現役時代よりも。ダメだったんだけど、唯一良かったな、予備校の授業でやってて良かったなって思ったのは、構文をしっかりやったことです。これだけは良かったと思う。かなり遠回りはしたと思いますよ。いっぱい授業ばっか取って、面白い、楽しい楽しいって、予備校講師になるんだ、ですね。でも復習しなかったから成績伸びなかったわけじゃないですか。全部いい判定だったし。でも構文だけは良かった。やっといて、あれは後々の自分の助けになったと思いますね。やっぱ最終的にね、長文だったり、まあ慶応の文なんで和訳できなきゃいけないじゃないですか。あの時に役立ったのはやっぱあの構文を一生懸命勉強してたことだと思うので、今思うと本当に同じ授業を1週間に複数出たりとかさ、別の先生の何やってたんだろうね。授業で話聞いて喜んじゃってましたけど、まあそうならないように気をつけてね。本当取りすぎは注意ですよ。復習の時間取ってくださいね。伸びるのは自分が勉強してる時だから。これはもういつも言ってますからね。予備校の授業でも自分で言うからね。最終的に受験会場に行くのはあなたですから。この間の浪人生の授業でも言いましたね。あなたの頭から出てこなければ意味がない。私がどんだけ教えて大量の知識をやるわけじゃないですか、授業では。その大量の知識を教えても出てこなければ何の意味もないですから。使えなければ何の意味もないんで、アウトプットしてください。で、アウトプットするためにはインプット必要ですから。だから単語、文法、単語、文法、構文やってくださいね、ちゃんと。あ、音読か。このやっぱ構文が終わってるか終わってないかっていうのが差になる。すごい差になるので、長文読んでいくときの本当に差になるので、もうここまで完璧にやったよっていうのが夏の目標です。これをやってほしい。文法、構文までをできる限り早く完璧に終わらせてほしいっていうのが理想です。これができるようになると伸びる。一気にその後ビュンっていけるんだよね。ぜひともやってほしい。それをね、痛感したのはこの自分の経験じゃなくて、実は高2の一番上のクラスと、で高3の国立の上のクラスをやってた時に気づいたんですよ。で、高2の上のクラスをやっててこんな難しいことまでやるんだなと。自分が浪人時代にも知らんかったこととか、全く手も足も打てなかったことをこの高2の時点でこの子たちはやってんだなって思って、まあ衝撃受けたわけですよ、教えてる側として。で、高3の国立の上のクラスを担当した時に、そのクラスを2年生で取ってた子と、新たに高3から勉強を始めた子が、まあ同じクラスになるわけじゃないですか。添削するんですよ、国立クラスで。全然違うの、もう全くレベルが違う。あ、こんなに差がつくんだなって思ったんですよ。で、まあ和訳の問題があったりとかさ、説明問題があったりとか、英作文があったりするんだけど、あ、こんなにも差が出てんだな、最初の段階でって思ったわけですね。やっぱ構文終わってる人と終わってない人って全然違うんだな。長文読む力も和訳する力も全く別物だわっていう風に痛感したので、なんで終わらせてほしいです。そこを追いついてください。まだまだだって人いっぱいいると思うから。で、それらが終わったら、いよいよ自分の過去問を知っておいてください。どういうことかって言ったら、過去問やると言ってるわけじゃないです。まあ予備校のテキストとかにもね、過去問入ってると思うんですけど、過去問やるっていうのは出題形式を知っておいてくれってことです。出題形式別に移らなきゃいけない。単元別が終わっていれば出題形式別に移れるんですよ。だから長文だって空所補充があったりとか、内容一致があったりとかね、説明問題、和訳とか様々な出題形式があるわけです。文法だって単なる4択の穴埋めとは限らないですね。正序問題があったりだとか、正誤問題があったりだとか、いろんな形があるわけ。会話問題ありますよね。そう、だからどういう形式が自分のところが出るのかっていうのを知っておかなきゃいけないわけですよ。で、さらに過去問研究してレベル知っとかないと、単語帳ね、レベルの高いものもう一冊余裕があるからやっとくとかさ、そういうのも変わってきますよね。そう、だから敵を知らなきゃいけないんで、その敵を知るっていう段階に入ってほしいんですよ。でもその敵を知る段階に入るのに、まずその基礎の文法や構文、単語も知らない状況だと分かんないんですよ、敵が。だから教えててすごく思うのは、
全く敵を知らないで勉強してる人たちばっかりだなっていう印象です。まだ浪人生は打ちのめされてるので分かってはいるんですけど、現役生は特に自分と敵との距離がすごい離れてることに気づいてない。まあ、普通に予備校で相談してても、その武田塾で相談しててもオンラインとかで相談を受けていても、やっぱ分かってないなと。いかに今の自分のレベルと総計とかね、マーチとか宮廷大とかが距離があるのかっていうのが分かんないんですよ。それを分かるためにはやっぱり基礎を知っとかなきゃいけない。基礎が分かんないとどの程度難しいのかが分かんないわけですよ。だから浪人生たちも1学期の段階ではやっぱり総計のクラスやってても、総計っつったって学部によってレベルが違ったり出てくること問われることが違ったりするんだけど、分かんないんですよ。どこの学部の問題がむずいかっていうのが判断できない。早稲田の教育と早稲田の社学の問題も全く違うレベルだけれども、どちらも難しいになっちゃうっていう人多いんです。それはやっぱり自分のレベルがまず基礎レベルに達してないからです。基礎を完璧レベルにしてないから分かんないわけですよ。基礎を完璧にしておけば、あ、早稲田の教育って基礎で取れる問題いっぱいあるじゃんって分かる、ね、早稲田の社学って基礎分かってても全く手も足も出ない問題ばっかだなとかっていうのに気づくわけなんですよ。だから基礎は大事。そうだからまずそこを固めて相手を知って、いよいよ対策に行く。まあ長文の参考書やったりとか様々な風にやっていくと思うんですけど、そういうことなんです。だから相手を知ることです。だから夏の終わりとかになるべく相手を知ってほしい。ただその相手を知るためには、まあ解けって言ってるわけじゃないですか、全部解きなさいとかってそういうわけじゃなくて、取材形式ぐらいは知っといて、チラッと見て、あ、こんなレベルの高い問題出るんだなとか、あ、このぐらいのものだったら解けるなとかっていうのを分かるレベルぐらいにしてほしい。だから基礎が大事です。まずは基礎をやってください。とか音読何回とか言ってる場合じゃないです。単語何週とかってそう言ってる場合じゃないですね。公文でも長文でもね、音読して前から読んでって理解できるような力、リスニングにも使えるような力っていうのをつけていくといいんじゃないかなと思います。もちろんね、目的に応じて様々なやることっていうのはバラバラになりますし、ペースっていうのも違うと思うし、それはあると思いますが、ぜひこういったことを意識してやってもらえればいいんじゃないかなと思っております。まあ夏お会いする方、国立高に英語を取ってる方は添削してくださいって質問来たりすることもできますから、夏だけ武田って言って1ヶ月だけ遠くからね来てくれる人たちとかもいますんで、普段は全然通える距離じゃないけど1ヶ月間だったら森田先生に会いに来ますっていうね方々もいらっしゃるので、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.